めちゃっていいんですかね、これ。まだ。あ、シートベルトしてから。あ、シートベルト。シートベルト、そっちの左上。あ、そうそう、これです。ごめんなさい、行けますか、ね、それそれ。ここね。今日、土屋さんと収録するってみんなに言ったら、すっごい羨ましくなりました。マジか。いいなぁ、めちゃめちゃ羨ましくなりました。じゃあちょっとタイヤ温めよう。はい。あ、大丈夫ですか。ちょっとくるくる回るね。はい。あー、やばい、ちょっとじゃない。今タイヤ温めただけ。タイヤ温めただけですよね。大事大事。はいはい、えなこちゃん大丈夫ですか？ちょっとえなこちゃん窓に張り付く癖ある。あの出たいと思っちゃう。出してって。出してって。こういうのはじゃあ初めて。初めてです。車自体あんまり乗らないので。あ、そっか。かけてくるね。ちょっと。よろしくお願いします。マジかよ。マジかよ。凛太郎もいます。イニシャル D だよこれ。もう。ウッドキングの土屋さんのドライビングで行ってもらいます。そうですか。はい。いや、えなこちゃん、放心状態がまだ冷めやまらない状態ですけど、あとずっとこっち見てるずっとこっち見てるでは、えなこちゃん、いってらっしゃい。だいぶもう、すみません。
楽しいね。楽しかったです。楽しい。ちょっと開けてみますね。でも楽しい。でも。お疲れ様です。どうでした？でも。あれ？なんか。なんでしょう。その結構フラフラではあるんですけど。全然立ててないですよ。フラフラなんですけど、でもさっきよりはその周りを見る余裕とか、お話しするようになりました。マジ？ちょっとフラフラするんですけど。やっぱカーブとかやっぱドリフト？あ、何が起きてたんでしょうね。何が起きてたか。土屋さんもぜひこちら来ていただいて。いや、会話してたって。会話して。どんな会話してたんですか？だから。凛太郎さんより安心ですって。そんなただやっぱ上手かった気がします。いや僕だから土屋さんに上手かったっていう人僕初めて聞いたな。それは上手に決まってない。それはそうなんです。山下達郎以来だね。上手かったって言われた。ごめんなさい。ちゃんと山下達郎さん。いやだけど本当会話できた。ただ滑ってもこういうカウンターじゃなくて、はい、ゼロカウンターぐらいで、おお、だからずっと滑ってるから怖くない。ほら、綺麗に滑らかに滑るから安心あったんじゃない。ただね、そのお話しして今コース半分くらいですかって聞いたんですけど、ずっと笑ってるんですよ。もうずっと隣で笑ってらっしゃって。でもまだ景色見れる余裕があるのはすごい。そうそう、すごい楽しかったです。ね、はい、はい、さあということでね、今回体験してもらいましたけども、次はですね、ゲームがあるんですよ。おかまいこ、かまいこ、なんすか、なんすかじゃないのよ。今回の特番も遊戯配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。